皆さんこんにちは。こんにちは。第111回機関銃枠、今回もリクエストだ。番外編じゃないんですか？ちょっといろいろと予定が重なってしまって、時間がかかるので、ひとまずこの機関銃を紹介した後に制作したいと考えております。そうですか。ソビエト赤軍の傑作 7.62mm 銃機関銃、SG-43 を紹介する。第二次世界大戦中に登場した銃機関銃ですね。戦中の後半頃に登場し、戦後は PK に役割を代替されたためにあまりイメージはないのかもしれない。詳しく見ていこう。時代は1941年、大祖国戦争が開始される頃に遡る。大祖国戦争が勃発した当時、まだ大隊レベルの歩兵が使用する 7.62mm 銃機関銃の問題は未解決だった。問題は未解決ですか。当時の赤軍が運用する 7.62mm 銃機関銃は使い古されたマキシム機関銃、PM1910 だった。PM1910 は装填して水冷用の水を充填した時には 63.8kg に上るために重量が過度で、冷却用の水を戦闘中に充填することは難しく、さらにその水冷ケース自体が弾丸や榴弾の攻撃に非常に脆弱だった。砲弾や手榴弾の破片によってケースに穴が開くんですね。さらにマキシムということで、当時の技術からその製造過程やコストも比較的高かったと思われる。一方、マキシムこと PM1910 はすでに DS-39 へ代替するよう図られていたという事実がある。DS-39? 確かにありましたよね。地上目標へは600発毎分、空中目標へは1200発毎分で連射するベルト球弾式ガス圧作動 7.62mm 銃機関銃なようだが、高速レートでの連射はサイクル中に移動する薬莢の過度な変形、分解を引き起こしたようだ。サイクル中にから薬莢が変形すれば、もちろん機関銃は停止してしまう可能性がありますよね。そのため DS-39 に使用する実砲の薬莢はバイメタルもしくはスチール製スリーブが備えられた代物に限定された。しかしそれでも球弾と廃墟に関する動作不良が発生した。複雑な設計により生産効率も良くなく、生産終了した。問題はある程度も取り払われることはなく、生産効率自体もあまり良くなかったんですね。そのため前述のマキシムが大祖国戦争勃発後、1ヶ月後に生産開始されることとなった。マキシムは前述通り問題はある代物だったが、長い期間による生産と運用の経験はあった。当時の状況的に合理的だったんでしょうかね。そしてもちろん当時赤軍で運用していた DP は、機関銃としての連射にあまり適していない軽機関銃だった。ドイツ軍が当時運用していた MG-34 と比較すればなおさら強調されてしまうことになる。DP も問題視されていた。一方、今回の機関銃を開発するピョートル・マクシモビチ・ゴユノフ氏は、開戦当時からすでに機関銃開発を行っていた。彼に関する記述について、VA デブチャレフの回顧録私の人生にはこう記載されている。DP や PPD、DK、DS-39、RPD など多くのソ連銃器開発で知られるデザイナーですね。ソビエト軍の軍備に対する極めて貴重な貢献は、創生した非常に才能のある設計者ゴユノフによってなされた。彼は15年間私たちと一緒に働きました。彼は素晴らしい職人であると評判でしたが、発明家やデザイナーとして自分自身を見せることはありませんでした。そして1942年の夏、ゴユノフは突然、大きな荷物を持って私の前に現れました。バシリー・アレクセイビチ、私の機関銃の模型を見てください。何度もお会いするつもりでしたが、なんだか恥ずかしがり屋さんでした。私はゴユノフの模型を調べたが、白状すると、私は自分の目を信じられなかった。このモデルは、兵器オートマチックの最新の成果を考慮して考案されました。マクシモビチ、いつそんなことをしたんだ？随分前から考えていたのですが、最近、新しい銃機関銃を作るという任務を与えられたと聞いて、まとめたんです。木、鈴、厚紙で作られたモデルは、大胆かつ独創的に作られました。私はゴユノフを設計局に招き、信頼できる助手を何人か選ぶよう提案した。当日、彼はオイノミハイル・ゴユノフと鍵屋のボロンコフを連れてきた。オイを助手に任命していたんですね。ただデブチャレフ氏の記述は1942年の夏から始まっている。で、当時の背景を示す文書として第二工場の設計者によって開発された 7.62mm 銃機関銃のプロジェクトを検討するための技術委員会の会議の議事録もあるようだ。別の視点からの文書もあるんですね。日付は1942年5月15日。デザイナーゴユノフのプロジェクト。このプロジェクトは、同じ作者による軽機関銃の複雑な設計であり、ユルチェンコ機関銃に似た球弾装置を備えています。このプロジェクトは注目に値するものではありません。この議定書には KB2 のブブロフ主任技師が署名したようだが、すべての計画は検討され、社会主義労働 AUVA デブチャレフと共に結論が出された。という突起が備えられている。あれ、回顧録と反応が違うような。ともかくゴユノフ氏の提出銃器に対する KB2 の反応は、慈悲深い支援とは程遠い反応だったことがわかる。そして KB2 の運営陣はゴユノフ氏のデザインを別の試作型の作り直しであることを知っていた。このゴユノフ機関銃にもまた元が存在するということですか。言い忘れていたが、ゴユノフ・ボロンコフ・ゴユノフ。GVG 機関銃と呼ばれる代物となっている。
しかし軽機関銃、重機関銃開発自体は開戦当初の運用状態の通り重要視されていて、新設計標準化局のマスターは、どうやら戦争が始まる前である1940年2月頃からゴユノフ氏の才能に気づき、OGK 工場のデザイナーとしてスカウトしていたようだ。じゃあ、GVG 機関銃の開発開始時期は戦艦機からということですか？そう言われている。ピョートル・ゴユノフ氏は老いのミハイル・ゴユノフと工場長のワシーリー・ボロンコフと共に、軽機関銃の開発に着手した。前述の GVG 機関銃ですね。試行錯誤を経て、1942年第一四半期より試験艦のコメントと結論に基づいて修正した。1941年開戦当初時点でソ連赤軍は多くの武器を損失しており、それは AVT という自動小銃が緊急的に配備され、DP が重機関銃のような役割を担うことになるまで悪化した。当時の前線からの報告を分析した GAUKA は、現代戦における 7.62mm 軽機関銃の戦闘仕様は、射撃の激しさと射撃時のバーストの持続時間によって特徴付けられる現代の状況では、軽機関銃はしばしば重機関銃の任務を割り当てられるという事実による。と分析したようだ。しかし一方で、リコイルスプリングは加熱のために急速に下がって座る。と、1942年8月8日付の GAUKA セルギエンコ砲兵委員会副委員長から KB にデブチャレフの抑えを送った手紙がある。まあ、DP と DT の問題を提示したんですね。軽機関銃開発は戦艦機に模索するも頓挫、新型重機関銃も生産中止、それでも前線では求められる機関銃。1942年より GAUKA は、軽機関銃と重機関銃の2種を採用するコンペティションを発表した。戦時下の圧力に対応できる、より良い機関銃ですね。軽機関銃に関しては簡素化された設計と軽機関銃の技術競争としばしば言及されている。前置きとして GVG 機関銃は軽機関銃から始まり、そこからコンペを経て軽機関銃と重機関銃が同時開発された。今回は重機関銃に主軸を置くということでよろしく頼む。ゴユノフ氏はベルト9弾軽機関銃も同時並行して開発していたんですね。重機関銃の主な要件は製造可能性だった。製造可能性？プレス加工の最大限の活用、最小限のデバッグ作用、手作業範囲の縮小、材料は希少ではないものを使用するといったことを指している。同時に GAU はマキシムが使用する布ベルトとの互換性を省いており、新開発のプレス加工金属ベルトやうよう要求された。金属ベルトへの変換を求めたんですね。そして標準の 7.62×54mm 弾を直接球弾可能なことも求めている。1942年8月より GVG 重機関銃は受け入れ試験に合格し、1942年9月より NIPSVOKA で中型機関銃の試験を開始した。GSKB14 のシリン設計、第2工場のウラジミロフ設計、OKB43 のコンダロフ設計、そして第2工場の GVG が提出された。中型機関銃として GVG が提出されたんですね。初期の3つの試作銃は、金属ベルトから弾薬を直接球弾するスライドタイプレシーバーを持っていた。しかし前述のコンペに提出された機関銃らはうまくいかなかったようで、特に球弾システムが関連してうまくいかなかったようだ。全部うまくいかなかったんですね。OKB43 のコンダロフ設計は球弾途中に詰まり、球弾ベルトのレシーバーでの位置ずれ、ベルト設計不十分による弾薬脱落が発生した。弾薬脱落はシリン設計でも見られたようだ。おそらく他の新開発金属ベルトを用いた試作機関銃でも発生し、結果 GAU が定めたトラブルのない運用という条件を満たす機関銃は一丁もなかった。そのためコンペ試験は中止され、機関銃らは修正のため見送られた。金属ベルトへの変換が悪影響を与えていますね。こうして見送られた機関銃らのさらなるテストが1942年11月に行われた。この間にも大祖国戦争は続いていますよね。デブチャレフ KB2 によって提出された SP1、アクリニナの設計とスクB14、シモノフの設計 KB180、同じくデブチャレフ KB2 によって提出された DS42、ポリアコーバとブリニナの SP3 第2工場、グリブコフの設計 OKB16、そして第2工場の GVG が提出された。多くの競合モデルが提出されているんですね。グリブコフは未完成、SP3 は信頼性テストでの不全と高い動作不良率、DS42 は早期のレシーバー破損、シモノフは動作不良多発、アクリニナも動作不良多発、SP1 も早期レシーバー破損、遅延と不良が多発する中、GVG 機関銃は生産の面で最も単純で、試作銃の中で最も完成度が高く、遅延率もわずか 0.31% と良好だった。反面、故意潤滑油での作動性や加熱重心の交換について多くの苦情が寄せられている。苦情面も寄せられていると。また GVG はマキシムと比べ3倍単純な生産特性を持つと判断された。テストの結果に基づき、試験上の推奨事項に従って設計に変更が加えられることを条件として、先行生産へ推奨された。ここである記述を引用する。ある記述？ GVG 機関銃良好でのテスト生産を踏まえた、車載機銃への早期導入を上申した記録だ。人民軍無いね、同志。ウスチノフ。赤軍 GAU 長官宛て、砲兵大佐同志やコブレフ。戦車の戦闘運用の経験によれば、戦車で運用されている 7.62mmDT 機関銃は、弾倉の供給と方針の急速な加熱の存在により、十分な火力を発揮できないことが分かっています。
さらに、射撃中に頻繁に遅延する薬莢の固着により、ほとんどの場合激しい射撃を行うことは不可能です。ABT ブボイスクの兵器庫に、短時間で最大500発の激しい射撃が可能なベルト球弾式機関銃を装備することをお勧めします。この場合弾体は金属製で、50発後に自動的に剥がれる必要があります。現在 GAUKA 派、指定された要件を満たす 7.62mm 機関銃 GVK を開発しました。50丁のこれらの機関銃の実験シリーズが GAUKA によって注文されました。1943年1月15日までに NKV 第2工場で製造される予定です。一連の機関銃の製造時間は非常に長く、これらの機関銃の戦車への設置は大幅に遅れることになります。1943年1月1日から NKTP 工場がこれらの機関銃を戦車内で直接テストできるように、7.62mmGVK 機関銃の生産を加速していただきますようお願いします。赤軍 VTU-GABTU 長官、公平検体サーフォニン。DT も早急な代替を求める声があったんですね。ベルト球弾式機関銃を戦車へ搭載することを望む技術は他にもあり、さらに歩兵たちの間でも MG34 と MG42 の装射を受け、目覚める人もいたらしい。同様の機関銃をくれということですね。ただ露格された MG34、MG42 に対し、従来の軽機関銃や重機関銃と比べ悪いという評価を本部では判断していたという記述もある。え？一方で MG34 を 7.62×54mm に改造して運用することが真剣に検討されていたようだが、リムの存在のせいで実用化することが困難と判断されたという試行錯誤例もある。まあ、本部での判断はともかく、現場ではベルト式機関銃を求めていたということで間違いないんですかね。続けて 7.62mm ラコフバルキン機関銃の失敗、コンダロフ設計の失敗、SP3 の開発中止、第74工場の機関銃も失敗。MVL カビシニコフシステム 7.62mm 機関銃は良好だったものの、コンペ試験締め切りに間に合わずさらなる開発は行われなかった。これうまくいってたら SG43 が世に出ていなかった可能性ありますよね。1943年1月22日、ついにこのような手紙が提出されている。ソビエト連邦人民委員会評議会事務局、キルキチニコフ同志。赤軍の GAU の指示によると、1942年末に 7.62mm 中機関銃の多くの新しいモデルが開発され、NIPSVOKA でテストされました。テストの過程で第2工場の設計者グループによって開発された GVG 中機関銃は、軍隊と産業の要件を最も完全に満たしていることが確立されました。以上に基づき、赤軍の GAU は1942年11月、デブチャレフ機関銃を完備した GVG 機関銃を50丁の実験的なシリーズの生産に推奨した。1942年12月参加の軍事人民委員部と GAUKA の共同決定により、このシリーズの機関銃の製造は第2工場に委託され、1943年1月10日に最初の2つのサンプルを製造して実地試験へ提出し、残りの機関銃を製造して1943年2月1日までに軍代表へ納入する予定でした。しかし、実地試験用の機関銃はまだ提出されていません。部品の生産開始が今年1月の初めに行われたばかりであるため、状況はさらに悪化しています。当時はまだ国土内で激戦を繰り広げていた時期ですよね。GVG 機関銃は製造が非常に容易であり、多くの戦闘及び運用特性においてマキシム機関銃よりも優れていることを考えると、これらの機関銃の軍事試験への提出を迅速化する必要があります。以上のことを踏まえて、私は、NKV の労働者に対し、定められた期限までに一連の機関銃を生産するよう指示をお願いします。赤軍の GAU のチーフ、ヤコブレフ砲兵大佐。最初の量産 GVG が NIPSVO へ届いたのは2月中旬になってからだった。3月になってから第1バッジの SPGVG がフィールドテストへ送られた。1943年3月ですね。この段階ではすでに軍で入手可能なマキシムと比較された。試験は1943年4月から6月にかけ行われ、前線へも投入されたようだ。実戦テストが行われたんですね。射撃精度、部品生存性、動作不良率などの重要な指標において、DP やドイツ製よりも数倍優れていると判断されているようだ。同時に DS43 こと近代化 DS 機関銃もテストされていて、不完全な反動、球弾失敗、重心穴をボルトで覆い隠してしまうといった計15種類もの遅延が発生、レシーバーで薬莢が破裂する事態も発生した。散々ですね。しかし5月のテスト結果に基づいて選ばれたのは DS だった。え？委員会の結論とスターリンの意見が一致しなかったようだ。スターリンが麻薬の意見。つまり DS の採用を決定したということですか？スターリンが兵器に対する意思決定の介入があったことはもちろん、確か 12.7mm 航空機銃にも似た伝説があったぞ。その後国防軍備人民委員部長会議を行うため人々を招集し、VA でブチャレフ氏も招待されたようだ。ここでスターリンは PM5 ユノフの機関銃を支持した人々の正しさを確認した。スターリンは VA でブチャレフに対し、デブチャレフ同士、これについてどう思うか。あなたの機関銃とゴユノフの機関銃、どちらの機関銃を採用すべきだと思いますか？するとデブチャレフ氏は、ゴユノフの機関銃の方が優れている、同志スターリン。そして、業界はそれをより早く習得するでしょう。と言ったという逸話がある。逸話。ですね。
前述通り DVG を支持する声があり、この間にも DT の代わりに新しい機関銃をくれるのはいつだという現場の声は絶えなかった。GVG と DS 機関銃の実験に関する資料は AA ブラゴンラボ府省省に送られており、その返答は、GVG は、よりシンプルなシステムであり、自動化の操作のためにより正確に選択された条件を備えているため、大量生産におけるより高い信頼性と生存性の両方を約束すると考えています。と明確に述べている。当時の有権者から、GVG 銃機関銃に対する好意的なコメントが寄せられたんですね。これら動きを踏まえ1943年5月14日、国防委員会の決定により、ゴリュノフ設計の 7.62mm 中機関銃、1943年モデル、SG43 として正式採用された。ついに採用ですね。わずか採用後 2.5 ヶ月で、コブロフ工場の専用新型工場が建設された。1943年中秋より最初の機関銃が前線に投入され、1944年よりズラトーストの工場に SG43 の生産が加わった。増産され、そのまま配備数が増加していったと。そして1943年12月23日、ピョートル・マクシモビチ・ゴリュノフ氏は急死した。え、心臓発作だそうだ。一方、GVG は軽機関銃としても提出されていて、重機関銃の設計をもとに構成された軽機関銃だった。重機関銃。重機関銃から派生した新型設計なんですね。ベルト9弾に加え、DP 円盤弾倉からも9弾することが可能だった。試験では連続射撃に困難があったために修正を行い、信頼性テストでは強豪の中で2位にランクインした。その後ともに比較的良好とされたデブチャレフ試作軽機関銃とともに評価されたが、どちらも採用に値しないと判断され、シモノフの RPS-6 が代わりに推奨されたが、採用されず、結局 DP を DPM へ改修することが行われた。この評価がその時の記述ですか。では設計に入る。まずは比較だ。今回はドイツ製汎用機関銃と同時期に登場した7から 8mm 級重機関銃と比較する。アメリカとイギリスが見当たりませんね。まずは全長、その長さは 1200mm 級ではなく1100級と比較的短い。ほうほう。次は重量。本体は MG42 や MG34 レベルに軽量なことがわかる。比較的軽量でもあると。次は重心長と重高所速。使用する実砲により異なるが、比較的高速なのかもしれない。 M1930 弾で 800m/s に達するんですね。次は使用弾薬と相談数。他と同規模の弾薬に250発同様に連射できる。問題なしですね。次は発射速度。600から700発毎分とほどほどのレートで連射できる。低速ではないんですね。最後は作動方式。SG43 はロングストロークガスピストンにティルトボルト、オープンボルトといった設計を採用している。何のティルトボルト閉鎖なのか気になりますね。この銃は前述通りロングストロークガスピストン、ティルトボルト閉鎖、オープンボルトで作動する。この図の通りロングストロークガスピストンだとわかる。ボルト下部に長いガスピストンが伸び、ボルトは閉鎖時に真正面、閉鎖解除時に右斜めにずれるという形でティルトボルト閉鎖する。横にずれるタイプなんですか。そしてオープンボルトということで、発射準備完了時は後退した状態で維持される。薬室加熱による暴発懸念が軽減されますね。リコイルスプリングはガスピストン後方に位置している。から薬莢は右から排除される。後ろの押し金を押したままにすればボルトキャリアは停止することなく、リコイルスプリングによって前進する。フルオート射撃ですね。コッキングハンドルは機関銃バットプレート下に位置している。横ではないんですね。このコッキングハンドルはもちろん直付けではなく、その後押し戻す必要もある。安全装置も近くに位置している。ガスレグレーターは3、1あるようだ。重心は空冷式で最大500発射撃できるらしい。射撃の際は10から30発のバースト発射で運用されるようだ。重心ボアはクロムメッキされている。この絵面の通り複数名での運用が前提ですね。戦闘時の発射速度は毎分250から300発とされている。実用発射速度と同じ概念であれば、MG34、MG42 より確実に多いですよね。まあ、固定運用を前提とした重機関銃だし、重心ももちろん素早く交換できる。重心にハンドルが備えられ、銃口には円錐形フラッシュハイダーが取り付けられている。照準器はフロントサイトとリアサイトは上に位置していて、リアサイトは M1908 と M1930 用にそれぞれ割り振りされたメモリがある。サイトは M1908、M1930 弾対応なんですね。また機関銃には空中目標へ射撃するための対空照準器も備えられていて、最大1000メートル先の目標に対し時速600キロ以下の速度で移動する空中目標に対し射撃できるよう設計されている。もちろん対空照準器もあると。弾薬は前述通り 7.62×54mm 弾が用いられるが、厳密には M1908系と M1930 銃が使用される。最大 3.8 キロの距離で致命的な効果を保持できるようだ。M1908 の方が初速が低下する。
もちろん B30、B32 鉄鋼弾、BT 鉄鋼栄光弾、BZT 鉄鋼焼夷栄光弾、BZ 焼夷弾などといった弾薬も装填できる。B30 には 200m の距離で 10mm 装甲を貫通し、BZT は 200m の距離で 7mm 装甲を貫通できた。その話は SG43 でも同様なんですかね。球弾は258金属ベルトから装填される。ベルトは58ずつ5組から構成されるようだ。1帯58なんですか。またマキシムの布ベルトを使用することで200発球弾することもでき、球弾方向入れ替えも設計上できた。もちろんリムド弾を用いるため球弾は簡単ではなかった。ボルトの交代は空薬莢引き抜きと同時に2つの爪を使って自弾のベルト引き抜きも担っている。PK みたいにでしょうかね。実車では1回のハンドル操作で発射できていたぞ。最後に運搬に関しては、このように2名での運用がマニュアルに記載されている。固定や車載運用を前提とした 7mm 級重機関銃といえば、以前はより多い人数で運用する印象がありますよね。機関銃の運用人数は時期に経つにつれて小規模になっていったと思う。また従来の重量に関する記載もある。三脚搭載で 27.7kg、車輪付きマウント搭載で 36.9kg に上る。反面以前の PM1910 は本体重量 20.2kg、シールドや水冷、本体含め 67.6kg に上る。まあ、明らかに PM1910 よりは扱いやすい最新モデルですよね。1943年6月には赤軍のライフル大隊の機関銃中隊に配備され始めた。採用後すぐですね。1944年、設計者のGガラミンとVセレズネフは、簡略化された車輪付きマウントを開発。これは中機関銃としての SG43A より高い性能を発揮させることとなった。いいですね。同時に運用されていた DSHK やこの後採用される KPV と比べ、車輪での歩兵運用はしやすいのはもちろんだと思う。大祖国戦争終結までに8万丁以上の SG43 が製造された。2年未満くらいで8万丁以上。生産性のバフがあるんでしょうか。そして DA64B 装甲車に搭載された DT は、1944年3月より SG43A 代替され始めた。DT が搭載される範囲では次第に SG43A 代替されたんですかね。SG43 は DT よりも球弾速度が速く、照準半径も広かった。しかし試験を経て、装甲車砲塔内での SG43 の配置や射撃時の挙動に多くの問題があることが明らかになり、車載運用での開発作業は中止されている。そうなんですね。1944年2月、約600丁の SG43 が第3ウクライナ戦線に軍事試験のため投入された。1944年に軍事試験ですか？新型機関銃に対する部隊のフィードバックは肯定的だったようだ。具体的には軽量さや寸法の低減、信頼性、動作不良時の安易な修正、メンテナンスの容易さ、金属弾体などマキシム機関銃と比べ好評だったようだ。しかし一方で埃や汚れからの機構に対する保護が不十分だという欠点も指摘されていた。そうなんですか？さらにレシーバーとカバーのラッチが共通していて、これは装填時にうまくはまらないという不具合が生じる可能性があり、部品の保護を装がすぐ剥がれてしまう懸念もあった。そして訓練場の SG43 で多数の部品故障が発生していた。え？戦時下の圧力による無理な生産が影響していたようだ。ともかく前述の欠点や不良が影響しているのか機関銃改造を試みているようで、4回試みたが失敗に終わった。そうなんですか。しかしその後、1944年4月の工場試験ではついに成果をもたらした。この作業は MIPSVO のカラシニコフ氏によって行われた。ミハイル・カラシニコフ氏が行ったんですね。SG43 の改良作業は長い過程を踏んでおり、結果的にはザイツェフ氏も含んだ代物となった。重心に横リブを掘り、コッキングハンドルを伏せ打ちでもやりやすいようにレシーバー右側へ移動、調整可能なバレルロックが導入され、さらに重心交換を支障なく交換することができるようになった。さらにダストカバーの取り付け、そして VA デブチャレフが設計した車輪付きマウント、またはシドレンコ・マリノフスキーが設計した三脚マウントが取り付けられた。そんな改良型は SGM として正式採用されることとなる。改良型ですね。1946年8月から10月にかけて行われたテストを踏まえ、正式採用された。で、バリエーションも展開されている。SGMD は装甲兵員輸送車用であり、前部、側面、後部ブラケットに取り付けられる代物となっている。車載向け登場したんですね。SGMD は DTR152 装甲兵員輸送車に搭載された。SGMT は戦車の同軸機銃として取り付けられる代物で、電動トリガーも取り付けられている。電動トリガーの戦車搭載用も開発されているんですね。T54/55 などに搭載された。そして SG43B、SG43M というダストカバーが追加された SG43 を総故障するようだ。従来の SG43 は確かゴミやホコリが入りやすいという不満が生じていましたよね。そんなゴユノフ機関銃によるソビエト軍の再配備は、1940年代後半から1950年代初頭にかけ完了した。戦後にかけ完了したんですね。ソビエト連邦軍は RP46 と共に運用を継続していたが、1960年代よりソビエトの戦術ドクトリンに汎用機関銃の概念が入り、
汎用機関銃である PK が開発された。これを境に 7.62 ミリ銃機関銃である SGM、SG43M は代替されていくこととなる。他各国でも行われた変革ですよね。一方、SG43 シリーズは各国で運用され、ライセンス生産も行われている。他ソ連兵器同様にですね。ベトナム、東ドイツ、インドネシア、ベラルーシ、中央アフリカ共和国、キューバ、ジョージア、ギニアビサウ、イラク、リビア、マリ、モザンビーク、ソマリア、シリア、イエメン、ザンビア、ジンバブエなどといった国で運用されたようだ。ベラルーシでは2005年12月と最近退役している。最近ですね。そしてチェコスロバキア、中国、エジプト、ポーランド、ハンガリー、スロバキアではライセンス生産されている。ポーランドでは SG ウズール43として1952年から1956年にかけ生産され、1957年から1968年にかけ SGMT が生産された。歩兵運用タイプと車載タイプが切り替わるようにして生産変更されているんですか。1970年にはポーランドの技術者がエジプトの SGM ライセンス生産計画に参加している。ポーランド陸軍では当初少数が使用され、後に国産が大規模に使用された。1950年1月には13丁のみだったが、その後の同年時点で335丁がソ連から購入されている。初はソ連製で、後から国産が大量配備されていたんですね。次はハンガリー。まずは SGM をライセンス生産していたようだ。7.62mm SGM ネヘスゲックス化と呼ばれ、おそらくほぼ純正と同一だと思う。SGM をライセンス生産していたんですね。このライセンス生産を基礎に KGK という機関銃へ改良された。クッキャーモデル KHSMG を開発したことで知られるヨーゼフ・クッキャーが率いる FEG チームによって回収された SGM となっている。ハンガリーでは大幅に回収されたんですね。RPD から重傷、ピストルグリップ、トリガー、2脚を追加し、コッキングハンドルを横へ移動、重心ロック機構を再設計することで現場で素早く交換できるようにした。また軽量三脚や新型フラッシュハイダー、リブ付き重心、キャリングハンドルも備えられた。汎用機関銃のような運用ができる。要改良ですね。他要素は SGM と同一で部品互換性もあるみたいだ。1959年に設計され、1960年代後半まで生産された。本体重量は 13.4kg、125発装填で 5.5kg 増量しても 20kg 以下となる。ただ当時はフター式本体重量 9.0kg プラス100発球弾箱 3.9kg イコール 12.9kg で携行可能な PK が開発されており、あくまで汎用機関銃というより利便な機関銃が登場していたという背景がある。戦後の世界においては、そのマイナス点を拭うことはできないんでしょうかね。KGK は約3000丁製造されたと言われている。また KGKT という車載機関銃仕様も登場している。D944PSZH 装甲車で使用されたようだ。そしてもちろん PKM へ代替されていくこととなる。次は中国。中国では1953年式重機装として採用、運用しており、名称から見て53式歩装、53式軽機装など多くのソ連重機と共にライセンス生産を開始したことがわかる。まだ中国とソ連が完全に仲違いする前ですね。また1957年式重機装という、1953年式の国産改修モデルも開発している。53式 7.62mm ライフル実砲に適合するよう変更し、溝付き重心への変更、軽量改良三脚の取り付け、対空照準機などが備えられた。こっちも独自改良されていたんですね。朝鮮戦争での供用運用を踏まえ国産化が進み、国産 SG43 は1962年の中印国境紛争や1979年の中越戦争で運用されたようだ。しかし1980年代になって、中国の汎用機関銃である67式へ代替されることとなった。中国でも汎用機関銃の実用化に沿って代替されたんですね。59式戦車機関銃という、57式の車載機関銃電動トリガー仕様も開発されている。59式中戦車、62式軽戦車、またダブル Z111 試作重戦車にも搭載する予定だった。チェコスロバキアでは機関銃ゴユノフゾール43としてライセンス生産された。1950年代から1960年代にかけ用いられ、以降はゾール59汎用機関銃へ代替された。こちらも汎用機関銃ですね。そしてアフガンのムジャヒディンや国軍、ブルンジ反乱軍、コンゴ内戦のココイエ民兵、ルワンダ解放民主軍、パレスチナ解放機構などといったところでも使用されていた。まあ、他ソ連兵器同様にですね。前述の採用例の通り第三国でも使用されていて、KPV や DSHK とともにそれら紛争地域で多用されたソ連重機関銃だった。純正だけではなくライセンス生産品も多く波及してそうですよね。また SG43 は67式機関銃、SS77 機関銃の製造に使用されたとも言われている。派生というか参考にされているんですかね。67式、SS77 はともに SG43 スラッシュ SGM を参考にした部分が見られるぞ。また1956年に行われた汎用機関銃コンペにも、シリント・ペレルシェフ氏が提出した機関銃は SGM にも基づいていたようだ。そうなんですか。そんなわけで以上だ。以上ですね。まあ、次回は番外編ということで、少し時間がかかると思う。
では皆さん、また見てね。